エルフ UT はかつて、イスズ自動車が製造販売していたセミワークスルーバンタイプの自動車である。スタイリッシュな外観と、過失容積の大きさから、商用車としての用途のみならず、2000年には、イスズ関連会社によって、キャンピングカーに改造された車両も発売された。また、ベース車のエルフ同様に、日産自動車へも OEM 供給され、アトラスマックスとして販売された。 エルフ UT エルフ UT 路線バス使用3等。カモンバス1996年11月にデビュー。開発故障155。名前が示すようにエルフのラインナップの車種である。商品としてやや中途半端であったハイパックの反省が各部に生かされている。エルフルート版に次ぐエルフの版タイプのラインナップであるが、その外観はエルフとは大きく異なり、 欧州車のようにボンネット付きであることが大きな特徴である。全長 5285mm、全幅 1855mm、全高 2520mm と 2570mm、ホイールベース 3230mm、ディーゼル 3.1L と 4.3L、5MT と 4AT、前輪185、80R15、 降臨 165R13 から8ダブルタイヤ、定員2名であった、ヘッドランプユニットを流用したこともあり、顔付きは2代目ビッグホーンの初期型に似る。ちなみに、当時販売されていた5代目エルフのうち、販売台数の見込めなかった、ルート版のみは4代目のキャブをほぼそのまま流用している。4輪駆動車は設定されなかった。1999年8月、部分改良で、 平成十年自動車排出ガス規制と車両総重量3.5トン超クラスの中期ブレーキ安全規制への適合を図る1.5トン席の 4JG2 型2トン席の 4HF1 型ともに NOXPM 黒煙の排出低減がなされたまた燃料体育表面を凹凸のある形状として衝突時などの燃料タンクの落下防止を図り残量に合わせて タンク内圧を調整するロールオーバーバルブの追加で横転時の燃料漏れを防ぐなど安全性が強化された。室内ではメーターを大型化して視認性を向上させオドメーターとトリップメーターを機械式から液晶表示へ変更した。西日本車体工業により路線バス仕様に改装された車両がある。この改造車の第一号車は 西鉄バス佐賀が受託運行する佐賀県木山城循環バスとして採用され、後に湖国バスが一般路線用及び同社の受託運行の滋賀県三島町コミュニティバス、三島家門バスとして採用した。2001年10月に生産中止。デリバリー版に特化したビギンにとって変わられ、UT は一台限りの車種となった。ありがとうございます。